ウンベルト2世、ウンベルト二世、1904年9月15日から1983年3月18日は、イタリア王国の第四代にして、最後の国王、在位、1946年5月9日から6月12日。即位時に不王が得たアルバニア王位と、エチオピア帝位は放棄しているため、領位は継承していない。金曜も騎士団団員。 エルサレム国王、サルデーニャ国王、ピエモンテ公などを称号として持つ。第二次世界大戦後、国民投票により敗位されて、国外追放となり、ウンベルト・ビアンカマーノから続いてきた王家としての、サボヤ家は、終焉を迎えた。短期間の在位を指して5月王、で、D.I. マジオと呼ばれたほか、英語名由来で、ハンバート二世位、フランス語名由来で、 アンベール二世の故障も日本語文献に見られる。1904年9月15日、サボヤケ家の離宮、ラッコニー事情で、イタリア王、ビットーリオエマヌエーレ三世とその日である、モンテネグロ王女、エレナの長男として生まれる。両親の他に四人の姉妹、ベルゴーロ伯爵夫人イオランダ、マルゲリータ、ヘッセンイコール、カッセルハク夫人マファルダ、ブルガリア王妃ジョバンナ、 パルマ公師夫人、マリア・フランチェスカが、お、年齢的には、ヨランダとマファルダの弟で、ジョバンナとフランチェスカの兄にあたる。他に、サボイア家としては、数少ない、スラブ人の血を引き、ユーゴスラビア王国のカラジョルジェビチ家も親族にあたる。大規模なゼネラルストライキが展開される中の王子誕生に、ジョバンニジョリッティ政権下の議会による、 ウンベルトの立大使の承認は慌ただしく行われた。父は息子にローマ王の称号を与えることを望んだものの、教会の反発を恐れる周囲の説得を受けて、それまでと同じくピエモンテ公に助任した。カトリック形式、母エレナは父との婚姻で東方正教会からカトリックに改修したの、洗礼式にも教会との対立が尾を引いていたものの各国王子が、 列席し、父エマヌエーレ三世に抱かれた、ウンベルト二世は、ドイツ皇帝ウィルヘルム二世を、大父に洗礼を終えた。父、ビットーリオエマヌエーレ三世からの強い期待により、ウンベルトは幼い時より厳しく育てられた。軍人の道に進むための教育を受け、また趣味でスポーツを得意とするウンベルトはまたいとこ、アメデオと並んで国民に人気のある王族に成長した。 18歳の時に、父の後ろ盾を得たムッソリーニが、独裁政権を樹立すると、ファシストは、王家との親睦を強調する一環として、ウンベルト二世との血つきを深めた。1924年9月、父の代理として、南米各国、ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、チリを歴訪し、政府要人と会談しつつ、南米開拓と縁の深いイタリア系移民の会合に、 出席している。背景には、ファシスト政権を支持する傾向にあった、南米の諸政権との結びつきを深める意図もあったと、見られている。ブラジルでは、第一共和制を打倒して、ムッソリーニ政権を手本に、エスタード、母体制を形成したジェトリオドルネレス、バルガス大統領と会談した。政情が依然として、不安定であったため、リオデジャネイロから戦とした。 林寺首都サルバドールでの歓迎式典とな、滞在中にウンベルトは20歳の誕生日を迎えている。各地のイタリア系移民の式典にも当時、ブラジル大使を務めていたピエトロ・バトリオ将軍や、バルガス政権の外務大臣らを従えて出席した。帰国後は、将校として一通りの経験を積んだ後、父から名誉昇進として陸軍中将に推挙され、 南部方面軍総司令官に就任した。もっともこれは、サボヤ家の関連に基づく、形式的なものであり、実際の指揮権は、補佐役の将軍たちやファシスト政権に委任されていた。父と同じくウンベルトもまた、ファシスト政権とムッソリーニを、サボヤ家の中心として信頼し、彼らへの協力を惜しまなかった。そのために、反ファシズム勢力からは強く敵視され、 ブリュッセル訪問中の1929年10月24日に暗殺未遂事件を起こされることになる。折しも、ベルギー王女、マリーア・ジョゼとの婚約が取り決められた日、第一次世界大戦で戦死したベルギー兵の記念碑に、喧嘩を行っていたウンベルトは、見物客の一人に銃撃された。男は、ムッソリーニと共に倒れろ。と叫んで銃を撃ったが、弾は、外れ、取り押さえられた。 暗殺犯はフェルナンド・デローザという男で第二インターナショナルの構成員だった。とはいえ、独立した政治行動は父もムッソリーにも望むところではなかった。新婚旅行でドイツを訪問した時に、ウンベルトがアドルフ・ヒトラーと会談を行ったことは、後々イタリア国内で問題視された。ファシスト政権は、ウンベルトの独断での政治行動を注意深く、 監視するようになった。1930年1月30日、ベルギー王女マリーア・ジョゼとの結婚式が執り行われた。両親と違って、ウンベルト夫妻の間柄は、あまり良好ではなく、後継ぎを含む一難三条を設けたものの、育児を除く、私生活では冷え切った関係だった。マリーア・ジョゼがファシズムを嫌っていて、政治的意見の対立が多かったことと、 ウンベルトに両性愛者、者バイセクシャルの傾向があったためだ、言われている。前者に関しては、ファシスト政権が第二次世界大戦への参加を決定すると、ウンベルトが軍交換として勤務する一方で、マリーア・ジョーゼは祖国ベルギーを踏みにじったナチスドイツを許せず、イギリスなどの連合国との交渉を密かに続けていた。大戦後期に入って、 数軸国側の旗色が悪くなってからもウンベルトは、ジョゼの行動を半ば無視して、ファシスト評議会から元帥の地位を与えられるなど結びつきを深めた。後者に関しては、若い頃から多くの噂で知られ、同じく両性愛の噂のあった、ルキノビスコンティ伯爵や同性愛医者の俳優やん、マレーとの親密な間柄が報じられたこともあった。 父とファシスト内のオト派が王政廃止を危惧してクーデターを起こすとナチスドイツの支援を受けたムッソリーニがイタリア社会共和国を樹立イタリア王国は南部に追いやられ内戦状態にいった混迷の一途をたどる王国を前に父が責任を取ってエジプトに陰遁するとウンベルトは摂政として連合国との交渉と自由イタリア軍の組織化を行い戦争の早期終結に向けて 懸命に努力した。ウンベルトの努力は、戦後、反ファシスト勢力や戦勝国、イギリスアメリカから、サボヤ王家への信頼を取り戻す、大きな功績となった。第二次世界大戦後、新たに成立したイタリア臨時政府は、ファシスト政権の生産を開始した。その過程で、王家のファシストへの協力が批判される流れとなり、二度と同じ過ちを繰り返さぬように王政を、 廃止するべきという声が、左派勢力から展開された。これを受けて、国民投票による是非が問われることになると、ここでようやく、ビットーリオ・エマヌエーレ三世が対するという不名誉を、しぶしぶながら受け入れ、1946年5月9日に、ウンベルトは、第四代イタリア国をウンベルト二世として、クインナーレ宮殿で大艦たしかし、これは、気を一した行動であり、 6月2日に国民投票を控えた状況下での即位は大勢に大きな影響を発揮できなかった。加えて、左派勢力は様々なネガティブキャンペーンを王家に対して行った。その中で最も著名なものは、ウンベルトの両性愛問題についての指摘で、中にはファシストへの協力はそうした疑惑を抑えられていたゆえだとも言われた。ウンベルトは周囲の取り巻きに、 白指の指輪を送る習慣があり、これも変更した形で曲解された。王妃となったマリーア・ジョゼトの不仲もこうした噂に拍車をかけたが、実際には、ウンベルトの両性愛を決定づける証拠は何も出て、来なかった。こうした、不利な状況かながら、開票結果は、廃止54%、存続46%の僅差で、王政廃止と共和制以降が決定した。 王党派は国王支持者が伝統的に多い軍人たちが完全な福音を追えない中での投票は等と声明したが臨時政府は強制的にサボヤ家を国外追放処分にした。ウンベルト2世は6月14日にイタリアを去りポルトガルへ亡命した。途中で子供たちを連れてマリーア・ジョゼが別居するなど騒動があったもののポルトガルの上流社会との交流を経ながら穏やかな 余生を過ごした。近代以降に大きくその数を減らしていった、欧州貴族の中でも、古い血筋に生まれたウンベルトは、欧州の祖父とあだなされた。ウンベルトは1983年3月18日に、スイスのジュネーブ滞在中に母子した。イタリア国内では遺体を国内で埋葬すべきとの意見も出され、イタリア社会党のアレッサンドロペルティーニ大統領が、実に検討している。 しかし結局は、共和派の反対で、サボ焼発祥の地である、サボは、1860年、サルデーニャ王国から、フランス帝国へ、イタリア統一支援の見返りに活上されるのに、埋葬された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。